日本が敗れたスウェーデン戦、立ち上がりの3分間はとてもいいプレーをしていたが、その後は自陣で相手からのプレッシャーを受けるようになってしまった。フォト、長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル。なでしこジャパン FIFA 公式ポートレートギャラリー、私にはこの時間が日本の選手からどんどんと自信を奪っていったように見えた。スウェーデンは確かに日本よりフィジカルに勝っていたが、そんなチームへの対峙法がわからないなでしこジャパンではない。その証拠に一度は同じような相手、ノルウェーを下している。日本のすべての過ちはスウェーデンのペースに巻き込まれてしまったことだ。それが守備のミスをどんどん大きくする。なぜこれが日本の実力ではなく過ちと思ったのかというと、後半の終盤、日本は試合を完璧に支配するようになったからだ。最後の20分間の怒涛の攻めは圧巻だった。日本は前半に放ったシュートは0本だったが、後半頭から左ウイングバックに遠藤純が入ったことで流れが変わった。日本はよりエネルギッシュになり、攻め上がるようになった。なぜこのプレーをもっと早くできなかったのか。それが残念でならなかった。そしてこの、過ちは日本にとって高くついてしまった。目覚めた時、残された時間は限られていた。PK をものにできなかったのも残念だった。傷口に塩を塗るようで申し訳ないが、キッカーの植木理子は、W 杯準々決勝の2点ビハインドというシチュエーションにおいては蹴るべきではないキックをしてしまった。これほど大事な場面では、リスクのある高いボールを蹴ってはいけない。彼女はもっと冷静になり、リラックスし、確実にゴールマウスに向け、角を狙った低いボールを蹴るべきだったと思う。日本はスウェーデンよりボールポセッションは高かったし、51%、コーナーキックもシュート数も相手より多かった。ゴールバーに阻まれたシュートは3つ。総合すれば全て相手に勝っていたことになる。だが残念ながらサッカーではどんなに良いプレーをしても、それだけでは勝つことはできない。より効率的な試合運びが日本には必要だった。この試合で、私がこれまでのゲームでも感じていた2つの事実が明らかになった。一つは日本選手のテクニックの高さ、そしてもう一つは試合の勝ち切るための冷静さとメンタリティの不足だ。少なくともスウェーデンは、この勝者のメンタリティを持っていた。今大会、誰もが池田太監督のことを褒めそやしていた。彼は素晴らしいチームを作った。インテリジェンスのある戦術、プレーのビジョン、純粋で本物のサッカーだった。選手たちが優秀だったのはもちろんだが、日本がこの大会で素晴らしいプレーを見せたのは彼の手腕に負うところも大きい。スピーディーで聡明で、戦術的で勇敢。多くのサポーターが日本のサッカーに拍手を送り、世界中の記者が日本のプレースタイルに恋をしていた。もちろん、私もその一人だ。おそらく今大会で最もいい印象を残したのは日本だろう。元ブラジル女子代表で、多くのタイトルを勝ち取ってきたフォルミガもこう言っていた。日本は今大会で一番現代的なサッカーを見せてくれたし、日本ほど一つにまとまっていたチームはなかった。日本のプレーを見るのは喜びでもあった。あと少しの違いで全てが変わっていたかと思うと、本当に残念でならない。取材、文黒丸リカルド・セティオン翻訳黒丸利根川明子。著者プロフィール、リカルド・セティオン、リカルド・セチョン、ブラジル・サンパウロ出身のフリージャーナリスト。8カ国語を操り、世界のサッカーの生の現場を取材して回る。FIFA の役員も長らく務め、ジーコ、ドゥンガ、カフーなど元選手の知己も多い。現在はスポーツ運営学、心理学の教授としても大学で教鞭を取る。